なんかあの、絡まれてるじゃないですか、最近ちょっとなんか、あ、はいはいはい、け、けったいなおっちゃんとかに絡まれたりしてて、けったいなおっちゃんってなんか、あの、義務教育の間だけできる、あの、煽りビジネスやってる中学生とかになんかね、あの、絡まれてるじゃないですか。無職になっちゃう子供がいる。そう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 、あれ見た時になんか、って思っちゃうんですよね、やっぱり、ね。まあ、あの家族は結構どうでもいいですけど、ただあれが正しいと思っちゃって勘違いした親と子供が出るのがまずいと思ってるんですよ。超絶あの未解決のサンプル数1だと思うんですよ。であれも例えば高校生になった時に「うわ高校なんか行かん」って言ったって「中卒ですよね」って話になっちゃうから、はいはいはい、あと23年しか持たないんですよ。であと23年で彼が一生生きていけるような資産とか、 なんかスキルを作れるかって言ったら多分無理だから、なんて言うんですかね、うん、あでも怖いのはあの彼は行ける可能性があるんですよ、うん、ワンちゃん YouTuber としてで、うん、それを見て行けると思っちゃって失敗する人が増えるのが困るというか、まあ、別に僕は困んないんですけど。そうですよね、まあ、僕も普通に困んないんですけど、なんだろうな、あの本当にスポーツの才能とかがあったとして学校行かないと多分それを発揮できないまま死ぬんですよね。うん、確かに確かに確かに、あ例えば野球選手になれるすごい才能があるのに、うん、学校に行かなかったらその野球のチームに入るチャンスとかそういう興味を持つこともないから、うん、だから社会人になってあのすげえ野球うまいっつっても社会人野球でスタートしてももう無理なんで、うん、よくそのあの本田圭佑さんってあのサッカーの人に聞いたんですけど、うんうんうん、あのサッカーのそのテクニックがつけられるのってだいたい5歳から11歳までらしいんですよ。で、まあ、一応あの練習すればちょっと伸びるんですけど、5歳から10歳の時の運動神経の成長に合わせてつけたらそのリフティングだったりのテクニックっていうのはその時が一番伸びて、成長過程に肉体成長に合わせて技術も身につけて染み込ませるみたいな、なので言語と近いですね、そうする、あそうですね、だからあの言語もやっぱりあの10歳ぐらいまでね、 L と R 聞き分けないともう無理みたいな、そのリフティングとかも伸びるのがその時期で、うん、でそれ以降はフィジカルは伸びるんですけどやっぱテクニックは伸びないので、うん、もしサッカー選手で本当に食わせたいんだったらもう5歳ぐらいからやってっていうのをやらないと無理だよねみたいなこと言って、うん、なのでそのそういうこうなんかあの才能を潰してしまうのがもったいないんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあ、でも N 国党から出馬できそうですよね。そうですね、だから彼はいけると思うんですよ。ただフォロワーがみんな死んでいくんで、そうですね、そうですよね、まあオンラインさんのビジネスとかやるんじゃないですかね。確かに切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。